皆さんこんにちは、一品館の清原です。それではね、クリプシの上位モデルですね、RP リファレンスプレミアムシリーズを聞いていこうと思います。今回聞いていくのはブックシェルフが2モデル、フロア型が2モデルですね。でそれぞれ小さい順から聞いていきますので、まあ、一番小さいブックシェルフ型 RP500M2 売価がですね、税別9万5000円ペアということで、まあ B&W の607かな、あの600シリーズのブックシェルフと大体同じぐらいの価格か、ちょっと安いぐらいの価格設定となっています。保温型の 25mm なんですけど、振動板がですね、アルミからこちらはチタンに変わってます。でこう内側に、これ金属なんかな、樹脂かな、内側とあの外側にこう保温がですね、2段になってるか2種類になってますね。まあ、よりこれはあの精密な周波数というか、あの指向性マッチングを行うため、あるいは振動を共振させないためにこの2分割になってると思うんですけど、やっぱり高級スピーカーらしく保温がこう2分割になって、ここにラインも入ってちょっとかっこいいですね。でウーハーの材質は、まあ、見た目ほぼ同じですね。金属に見えてますけど樹脂ですよ、銅に見えてますけど樹脂の、これは 133mm 口径のユニットを使った 2way のバスレフ型となってます。周波数特性は 50Hz から 25Hz と、まあ、あの R シリーズに比べちょっと低いところから出るということですね。能率が 92dB、 インピーダンスは 8Ohm ですね。分割帯域は 1530Hz となっております。大きさがですね、高さが334、幅が176、奥行きが270、重さが 5.95kg と、これは R シリーズの下から2番目のですね、50M と大体同じぐらいのサイズですね。重さ言いましたかね、 5.95kg、 約 6kg の重さのスピーカーですね。仕上げはね、クリプスちょっとブラックのみとなってます。でネットなんですけども、サランネットはですね、クリプス全部そうなんですけど、このマグネットキャッチで取り付くので、あの取り付けも取り外すも非常に簡単です。でまあ、先ほど R シリーズでネットつけない方が音が良かったので、まあ、これも一応全種類ネットつけずに音を聞いていこうかなと思います。まず1曲目、せせらぎから聞いていこうと思います。同じね、まあ、コンプレッションドライバー 25mm ですね、まあ、振動板がチタンになりましたけど使ってるということで、まあ、見た感じちょっと高級になって値段が2倍以上になって音はどうかなと思ったんですけど、いやいやちょっとびっくりしましたね。例えば B&W の600シリーズ、コーラの806、まあ、ペアで10万円から10万円少しするスピーカーと同等、あるいは同等以上の品質感がすごくあります。やっぱ水の流れる音の、まあ暴れっていうかね、にじみっていうか、やっぱり安いスピーカーなりの、そのスピーカー自体の響きというのを感じたんですけど、これはもう本当にそういうものがなくて、水の音、それから鳥の声に色付けがなくて、
生っぽいっていうか、スピーカーから余計な音が出てるっていう感覚が全くない。で、音の広がりは、もうこれは 40M と同じように、保温スピーカーなんだけども、どこに置いても立体的に大きく広がって、あるべき音があるべきとこから出てくるというきちっとした定位もするということで、そこも非常に優れていると思います。あと、まあ、低音に関しても、ほぼ今のソフトを聞いている限り低音が足りないというようなイメージもなく、つながりもよく、非常にこうナチュラルでですね、質感ですよね。細かさとかそういう物理特性ではなくて、人間が感じる質感が非常に高い。水の音もとても滑らかで、本当に生の水の音、水が流れている音にとても近い。質感が似ているというイメージでした。はい、では次ね、2曲目、ヒラリー・ハンさんのバイオリンコンチェルトを聴いていこうと思います。コンチェルトを聞いてみましたけど、やはり質感というかね、つながりがすごいいいですね。この保温とウーハーの音の音色とかね、質感、そういったものの整合性がきちっと取れていて、バランスがとても取れている。まあ保温スピーカーっていう感じもしないし、まあウーハーがこういうなんか樹脂を使ってるっていう感じもしない。本当にスピーカーの存在感がすごく小さくて、送られてきた電気信号をですね、空気の振動に正確に変換していってるという、トランスデューサー。なんかクリプッシュっていうイメージは、もう少しなんか、保温っぽい音を出してくるっていうようなイメージがあったんですけど、いい意味で保温臭さがなくて、普通のいい音のスピーカーというふうに聞こえましたね。はい。では、次は3曲目ですね。ネバーンアブソリューションで低音がどこまで再現できるかをチェックしてみましょう。
ネバーンアブソリューションを聞いてみましたけど、やはりこうウーハーとこうキャビネット全体のまあ重くなったっていうか剛性アップのねところが効いてるんだと思うんですけど、低音が結構出ますよね。やっぱりあの M40M50M とは違う、もっとやっぱりぼやけのないあのしっかりした低音が出ると。でやはりあの中高域のつながり、ウーハーから高域までのつながりが非常にいいので、スピーカーのいい意味でスピーカーの存在っていうのを消してくれて、非常に質の高い音、まあ、今の音だったらこうペア10万とかじゃなくてペア20万ぐらいのブックシェルフに匹敵するぐらいのきめ細かくあの質感が高くて、しかもあの楽器、例えばあのバグパイプとか人間の女性のボーカルとか、そのそれぞれの音を特徴的にきちっと再現できてるっていうところがあの印象的でした。ではね、最後はあの夏の終わりのハーモニーをで、この情緒的な部分をもう少しチェックしていこうと思います。囁きと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー、夢も憧れR ですね。リファレンスシリーズであの気になっていたやっぱり音のにじみとか音のボケ、それはですねやっぱりあの値段が2倍以上になったということで、きちっとこのあの振動対策がされてるんでしょうね。このやっぱり保温がですね2段になってるのも聞いてると思うんですけれども、まあ、ギターのあの音のにじみ、それからボーカルの口が大きくなるっていうこともなくですね、やはりものすごく質感が高いっていう印象がありますよね。きめ細かくてなおかつ元の音に相違が少ない、ある意味モニター的って言えるんですけれども、まあ、あのその辺がですね、タンモイ の, あの例えばあの、あれですね、あのミニですよね、オートグラフミニとはまたちょっと違う。オートグラフミニはなんかもう少し保温感を感じさせる、前に音が出てくる鳴りっぷりの良さっていうのが魅力だったんですけど、これはもう少しあのオートグラフミニから比べると音なしいですね。でも質感はもちろんオートグラフミニは価格も高いのであれほど質感は高くないですけれども、でもやっぱりその保温の暴れとか、ウーハーのです、ウーハーによるこうボディの強振とかエンクロージャーの強振とかっていうのを感じさせずに、非常にあのコントロールされたっていうか、ハイファイに無駄な音がなくきちっと音を出してくるスピーカーにまとめられているというふうに思います。ではね、次1曲目クラシックはね、これはあのヒラリー・ハンサのバッハ・パルティータを聴いてみようと思います。
ヒラリー・ハンさんのバッハバイオリンのねパルティータを聴いてますけど、まあ、この本当にこのソフトの良さですよね。本当にこう一筆書きでバッて書いた勢いの良いそのイメージそのままの再生ができたと思います。まあ以前この HD アンプ1でテストした時は送り出しにですねエアボーナーの40万ぐらいのノート型のですねミュージック PC っていうのを使ってたんですけど、今回はですね電源も含め約10万円の Windows の PC で、その分の音質ダウンはですね若干あるはずなんですけども、その音質ダウンっていうのもほとんど気にすることなく、まあこの10万円の PC それから18万円のプリメインですから、まあセットでですね約30万の投資でですねこれこうまでの音を鳴らすことができるっていうのもすごいと思いますし、その音の良さを生かしてくれるこのスピーカーも素晴らしいなというふうに思いました。本当に心地よいバイオリンを聞くことができたと思います。ではね次2曲目はですねこれは4プレイのですねスプリット4という曲、こちらを聴いていこうというふうに思います。
フォープレイのねスプリット4を聞いてみましたけど、やはりねあのこのハイデンシティね、高密度な感じがしますね。だからこう一つずつの音がギュッと詰まってる。なので例えばあのウッドベースじゃない、エレキベースでもそうですし、パーカッションでもそうですし、こう音のね芯がしっかりしてるんで、なんか音が砕けずにこうグッと前に押し出してきて、細かい音も聞こえるけれども、あのヒステリックになったり神経質になったりすることもなく、でブックシェルフ型でそんなに大きいスピーカーではないんですけど、今の曲聴いても低音が不足するっていう感じもなく、あの本当にまとまりよくなってくれるスピーカーだなというふうに思いますね。では最後はですね、エラ・エアーという人のですねギターで歌っている Waiting for All Night という曲を聴いてみようと思います。I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to tell me that you want me.Tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Yeah. Tell me that you want me.You open your day.
AI エラーの歌はWaiting for All Night を聴いていますけど、もう本当にこうボーカルとですね、ギター、それと効果音ですね、それがもう見事に分離して、そして、濁ることなくボーカルがこう本当にこうまっすぐこう気持ちの中に入ってくるという、本当にこう訴える力が強い。それでいて、暴れない、質感も高くて、ホーンの良さを持っているんですけど、ホーンの欠点がないという。本当に見事に作り上げられたスピーカーだなという印象ですね。ペア9万5000円というのは僕は非常に安いっていうふうに思います。で、まあ、使っているスピーカーケーブルはエアボの、アンプはエアボの HD アンプ1、税別の18万円。そしてメインになっているミュージック PC は、注意のヒーローボックス2万3000円ぐらいのもの。あと、2 テラの SSD にエアボの電源。そして、ジッターバグですね。ジッターバグフルメタルジャケット FMJ というオーディオクエストのノイズ取りのアダプター。そして、ワイヤーワールドの、これは今買うと2万円ぐらいですの。かに決めた2万円ぐらいの USB ケーブル。で、電源ケーブルはエアボの KDK-OFC2 メーターで5500円のもの。で、電源は4万5000円の、まあ、5500円の電源込みで、4万5000円のエアボの IDC12 か、RMP-IDC12 かな、というものを使って聞いています。で、もちろん一品館はミュージック PC っていうのを作ってるぐらいで、やっぱりこのコンピューターをいい加減にするといい音出ないっていうのはよくわかってるんですけど、あえてこの安いコンピューターを持ってきたっていうのは、やっぱりどれだけ安くて、どれだけ音が悪くならないかというのもですね、これは他のお店がほとんどやらない、一品館が独自にやってるというか、まあ、僕がこだわってるところなんですけど、例えば、1000万のシステム買える人ってわずかじゃないですか。で、100万円のシステム買える人はそれよりは多い。で、50万円、30万円、安くなればなるほど多くの人が買えるじゃないですか。で、多くの人がいい音を聞くことができれば、トータルの幸せは大きくなると思うんですよね。だから、僕は物を売って儲けたいっていうのももちろんあるんですけど、事業ですから。そうじゃなくて、事業をしている中で、できるだけ最大公約数というか、最大公倍数かな。最も大きい、幸せの輪を広げたいという意味で、こういう誰もが買える。まあ、ポークなんかもそうなんですけど、誰もが買えるぐらいの、まあ、これはちょっと誰もが買えるとは言えないですけど、価格帯のね、もので、本当にもう、ハイエンドと言われる装置に近い音を、出ないかなっていうふうにずっと考えてきて、まあそれでこの作った電源、今リニア電源とか流行ってますけど、大型のパソコン用のね、まあリニア電源っていうのは、あれはもう本当にまあ50年前もから変わらないものであって、このインバータ電源っていうのは革新的な電源で、でも残念ながらオーディオに使った場合ノイズが多いとかっていう欠点があったんですけど、これは測定限界値以下、ノイズが全くゼロというインバータ電源。これはもう世界で今ここにしかないですね。インバータ電源もそこまでね、ノイズを減らす必要がないので、やはり効率、それからコストという面で進歩していったので、今はもうちょっとこういう特殊なノイズのないインバータ電源ってちょっと作れなくなってるんですけど、まあ、我々は、まあまあ、一品館はですね、エアボーで作るための部材を買い込んでるので作れるんですけど、で、まあ、インバータ電源何がいいかというとですね、まず小さい。軽い。当然、小さい軽いってことは安いんですよ。だから、大型の、リニア電源なんか、重くていかにも良さそうですけど、これなんかチープで、ほんと買いなっていう感じですけど、音はいい。じゃあなぜチープに作っているのかっていうと、豪華に作ると高くなるじゃないですか。やっぱりその部分も考えて、進化し、そういうふうに考えているのが、まあ、エアボーであり、私の思想なんですけど、まあ、これはちょっと大阪人独特の、考えかもしれないですね。うまくて安い。高くて美味しいのは当たり前なんですよ。だから、安くて美味しいから価値があるっていう、このなんか大阪人独特の変なこだわりがあるんですけど、まあそういうこだわりをね、満たしてくれるスピーカーだったというふうに思います。では、一つ上のモデルですね。600M ですね。そちらを聞いていこうと思います。